さあ、週末に行われる天皇賞秋です。今週も調教ベスト3、競馬エイトの高橋健二さんに伺ってまいります。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう秋の G1 も進んできまして、いうよいよ古馬も含めての頂上決戦ということになります。ん。天皇賞秋、楽しみなメンバーが揃いましたね、高橋さん。そうですね。まあ、最強路線第1弾ということになるんですけれども、まあ、本当にふさわしい馬が、揃ってくれましたし、まあ、3歳馬非常に魅力的な馬の参戦もあって、世代間の戦いがあれば、やっぱりこう他の路線からね、もう殴り込みを、かけてきた馬もいて、そういう意味で何が起こるかわからないっていうワクワク感も結構あったりして、非常に興味深い天皇賞秋になのメンバーになったんじゃないかなというふうに思います。そうですね。もう世代間というところで言いますと、まずは5歳牝馬のグランアレグリア、マイル G1 4勝ですね。スプリントでも G1 勝ってますので、 G1 5勝馬が中距離界に殴り込みということにもなりますし、4歳はなんといっても去年の無敗の三冠馬コントレイルの復活がかかるという一戦にもなります。で、3歳馬、その年長勢にどこまで迫れるか、そしてもう突破できるかという期待の皐月賞馬、さらにはダービー2着のエフフォーリアというところ、この3頭中心ということですけれども、もう調教の動きなんかもご覧になってどうですか？この週も後半ですけど、イメージできてきましたか？どの馬を見ても、ここを取りに来た感が結構すごいですね。そうですか。やっぱりジャパンカップ有馬記念というふうに続く最強馬路線ではあるんですけれども、ただまあ、ちょっとね、そこに2戦目、3戦目に向けて余裕を残すんじゃなくてね、あえてここを取りに来たっていうような調教をびっしりやってきた馬が非常に多いなというふうに思いますんで、おそらくここを狙ってきた馬、まあ、今度ジャパンカップでも引退っていうのは表明してはいるんですけれども、まずここを取りに来たっていう馬が結構多いので、まあ、やっぱ調教の本気度からもね、それはすごく伝わってきていて、なのでまあ、休み明けで使うのも結構いるんですけれどもね、考えなくていいんじゃないかなと思いますね。それぐらい結構、力を入れて調整っていう馬が多かったです、今回は。もう特にこの夏終わるぐらいですかね、秋になる前からも、この天皇賞に行くみたいなことを陣営表明していることも結構あったりしてて、ある程度のメンバーがもう集まるだろうっていうことは分かってる中で、だからもう抜かりなしというか、フルスロットルでここでもうプライドをかけて取りに来るっていう、そういう仕上げっていうことですもんね。そうですね。ね。通りです。いや、もう世代超えても負けられない思いっていう、落とせないっていうところでの、いやー、楽しみですね。というこの3頭を中心に、いろいろお聞きしていきたいなというふうに思うんですけれども、もう早速いきましょうか。もうしっかりこのね、今週のそうで調す教。ね。これ順番つけるのね、すごく迷ったんですけどね。あ、それぐらいハイレベル、高いレベルでの差もない感じですか。ですね。上位3頭は本当ハイレベルです。じゃあ、その評価のポイントなども聞きながらいきたいと思います。3強中心にその3頭で決まるのかどうかというところも含めて、まず調教ベスト3、第3位です。第3位はグランアレグリアにします。ここでグランアレグリは G1 5勝馬、この中で3強でいうと年長の馬を3位ということになりましたか。そうですね。かなりみっちりやってきましたね。量の面でも時計の面でも、他の、上位視されるであろう馬と比べても、すごくきっちりやってきたなという印象です。今週もね、ウッドコースで、80秒っていう、まあ、レース踏襲にしてはかなり攻めた時計を出してくるし、しかも、まあ、合わせた相手もコントラチェックでオープン馬、しかも、まあ、馬なりなんですよね。まあ、それでこの時計が出ましたから、まあ、ラストも8切れ11秒7という、まあ、時計面でも申し分ない動きなんですけれども、
なんとですね、まあ、そのみっちりやってきた上に、これ収録してるの金曜日なんですけれども、金曜日本日販路でなんと2本乗りで時計出しました、グランアレグリア。そうだ。はい。本当ですね。29日って今日ですもんね。そうなんですよ。1本目に58秒。競馬新聞にも書いてますもんね。29日のところにランがあって。そうなんですよ。大体みんな27日で終わってるんですけど。終わりますね。29日にまたこう。うん、大体まあ、そうですね。そのあたりで終わるんですけれども。2本ですか。うん、なんと1本目に58秒9という時計で上がって、まあ、2本目に55秒3、ラスト1ハロン13秒1という時計をアップするという、本当にあの最後の最後まで徹底的に馬をいじめ抜くというような、まあ、いじめ抜くといってもね、まあ、おそらくまあ馬なりだったと思うので、うん、まあ、馬は自然な形で走らしてるんでしょうけれども、うん、とにかく3つチリとした調整をやってきたのがグランアレグリアです。うん、なのでやっぱりあの2000メートルという距離をね、意識しての馬の作り方じゃないかなというふうに思いますし、うん、やっぱりあの距離実績的にはね、他の馬にアドバンテージがあるわけで、うん、やっぱりしっかりこう埋めていこうっていうね、まあ、そういった意図が見える調整過程でしたね。で、まあ、肝心の走りの方なんですけれども、やっぱりあのルメール騎手はやっぱりこのグランアレグリアに、まあ、ほぼほぼ、うん、ほとんどのレース乗ってきてずっとこうコンビを組んでるだけあって、すごくやっぱりあのグランアレグリアのことをよく分かっていて、うん、まあ、フォームがもう全く乱れないですね、うん、うん、あの本当に一糸乱れぬリズムで最後までスパーッとこう走り抜くっていう感じですし、あの鞍上の指示も待てていながら、でゴーサインが出てからパーンと弾けるっていうような、うん、そういった、走りがしっかりこうできているので、うん、あのやっぱり操縦性っていうのはね、本当にあのルメール騎手がこう徹底して教えてきたんですけれども、それがすごくあの身になってる感じがいたします。まあ、この感じだったらまあ 2000m メートルでも全く走れるんじゃないかなというふうに思います。ただまあやっぱりね、ちょっとだけ気にかかるのは、はい、やっぱり他の馬と比べてピッチがちょっと細かいんですよね。なのでやっぱりあのどちらかというとスプリント能力の高さで勝負するタイプ、うん、ほんでやっぱりあとはやっぱりね、ちょっとこう自分のなんていうんですかね、こう、うん、自分を超えて高いレベルでの調整っていうか、みっちり調整を積んできたことによってちょっと疲れが出ないかは心配ではありますけれどもね。なるほど。うん、おそらくそのケアに自信があるからこそ直前だけ攻めた調教はできるんでしょうけれども、うん、これがプラスに出るかマイナスに出るかっていうのはレース当日になってみないとわからない部分はあると思います。うん、ただ渾身の仕上げであることは間違いないので、うん、まあめちゃめちゃ強いグランアレグリアが見れる可能性ももちろん高いというふうに思っています。まあ3位の馬のコメントじゃないですけどね、でも一応3位と判断しました。そうですね、それぐらいこう、はい、動きの、まあ、質含めて、うん、あとはまあ陣営の思い、藤沢和夫調教師ももう定年が見えてきているという状況もおそらく踏まえて、うん、この馬にっていうね、そういう思いもあっての渾身の仕上げっていうことかもしれませんけど、うん、本当にこう1200メートルのねスプリントでも G1 を取り、マイルでも取り、ここも取ったら、まあ、うん、いわゆる3階級制覇っていうことにもなりますけど、そこへの可能性というところも含めて期待の持てる状況ではあるという形です。そうですね、うん、あのリズム自体は非常にいい状態で作れてると思うんで、あとはやっぱりこの馬の最大の強みであるそのスプリント能力、一瞬の足っていうのをどこで生かすかっていうのをテーマにね、おそらく、まあ陣営はこのレースに向けて調教は組み立ててるんだと思いますけれどもね、うん、あのここまでは本当に上手に来てるというふうに思いますんで、あとはこの、うん、ハード調教にしっかりこうついていけてるかどうか、そのあたりはやっぱり当日のパドックでの判断になるんじゃないかなというふうに思いますけどね。そのあたりも含めて当日ちょっとまあ体重とかパドックの動きなんかもご覧いただきながら
最終的な判断を下していただけたらなというふうに思います、はい、高いレベルでの3位ということでした。そうですね、はい、はい、では続いて第2位です。第2位はコントレイルにしました。コントレイル三冠馬復活を目指すこのレースになりますけれども2位、はい、うん、そうですね、まあ、あのちょっと大阪杯はタフな馬状態での競馬になってしまって、はい、うん、ちょっとこのまあ本来のポテンシャルっていうかね、まあ、そういったものを発揮しきれない、まあ、そういったレースにはなってしまったと思いますけれども、うん、ただまあやっぱりねそこですぐ休ましたっていうのはね、うん、あの英断だったと思いますね、うん、すごくあの馬はそこで一体こう状態面気持ちの面でもリセットすることができたというふうに、うんうんうん、まあ、本当にあの理想的な雰囲気であのトレセンには帰ってきたなという印象を初期調教から受けました。で、まあ、追い切りの調整過程なんですけども、まあ、あのコースと販路併用して徐々にこうピッチを上げていく感じなんですけれども、まあとにかく1周前のシウッドの追い切りが素晴らしかったですね。これですか、うん、合わせた相手もね、あのホーアマゾンとダノンファラオオープンなんですよ、はい、うん、この2頭をね軽くぶっちぎりましたからね、うん、やっぱりあのこの時点で、まあ、ほぼほぼ馬は出来上がってるなというような印象を受けましたし、うん、あのフォーム自体もね本当にあのいい時のこの馬のあのバネの強さですとか迫力ですとか、うん、そういうのが戻ってきてるなというふうに、まあ、1週前の時点で確認することができました、はい、で、まあ、1週前ねそれだけの負荷をかけられたんで、まあ、今週は反応でさらっとっていう状況だったと思うんですけれども、それでも51秒7という、うん、いいタイムがこう自然に出てしまう、うん、このあたりにね本当にあの状態の良さというか馬がこう走りたがってるっていうのがねすごく伝わってきてますし、うん、まあ前走もね、まあ、あの仕上がりとしては非常に良かったと思うんですけれども、うん、今回はその上をさらにいく仕上がりという過言ではないんじゃないかなというぐらい馬の雰囲気は非常にいいです、うん、で、まあ、あの今回ね、まあ、一つこの馬の課題として取り上げられるのは58キロを背負うってことなんですけども、うん、うん、あのコントレイルはあのレース当週はあの1週前まではジョッキー乗せてるんですけども、レース当週は必ずあの体重の重い助手さんを乗せて追い切るっていうのがここまでなんですよね、うんうんうん、なのでおそらく最終追い切りを、助手さんが乗って、まあ、追い切ったことによってレース当日はあのそれよりね、まあ、あのもちろん58キロということになりますけれどもね、それ体重の軽い状態で馬は走らせるっていうことができるわけなんで、うん、ちょっとそのあたりもね考えてるんじゃないかなと思いますけれどもね、うん、まああらゆる意味で本当にあの完全にいい頃のコントレールが戻ったという、まあ、そういった太鼓判を押せる調整過程と動きだったというふうに思いますので、うんうんうん、この見上げたいと思います。あ、なんかそれを聞けてなんか安心したって言ったらあれなんですけどね、本当コントレイル復活を願うファンの皆さんも本当に多くいらっしゃる中で、もう動きはね、まあ、陣営も抜群だっていうコメントをね残しているところもありましたけど、高さんの目から見ても本当にいい時のコントレイルに戻ってるっていう風に、それぐらいの状態なんですね。そうですね、もう本当にあのこのディープインパクトの最高傑作じゃないかって呼び声も高い馬、うん、まああのね、次走ジャパンカップでの引退っていうのがね、まあ、早くも発表はされていますけれども、うん、あのやっぱり種馬場の価値を高めるっていうことにもね、うん、あの陣営は力を入れてるっていうふうに聞きます、うんうん、まあそれにしっかりこう馬も応えて、はい、うん、あの闘志満々の状態でおそらく天皇賞秋本番を迎えられるんじゃないかなというふうに思いますしね、うん、まあ1個だけ不安があるとすれば、そうより追い切り終了後の馬体重がちょっと減ってるんですよね。408キロだったですかね。だったですかね、確かね。うん、なので、おそらく前走よりはちょっとこう馬体減で出ることにはなるんじゃないかなと思います。前走4たりの、 当日の馬体重のチェックっていうのもね、やってから馬券を買われた方がいいんじゃないかなとは思います、ね。前走が472キロで、調教後の馬体重が468ですね。だから前走マイナス4減ってる状態で、そのあたりが、まあ、当日どうなるのかと
いうところということですね。だからまあパドックでもやっぱりちょっとこう馬体重はチェックしておきたい要素の一つかなっていうことにはなりますかね。そうですね。もともとそんなにこうムキムキしてるタイプの馬ではないですね、うん、お父さんに似てると言いましょうかね、うん、どちらかというとこうスラッとしていて、うんうん、力ですとかこうバネの強さで勝負するタイプの馬なので、まあ、極端に減ってなかったら大丈夫だと思います。なるほど、分かりました、はい、そうですか。これだけもうグランアレグリアにしてもコントレイルにしても状態はいいという中で、うん、さらにこうよく見えた馬がいるということなんですね。はい、はい、そうなんですよ。いきましょうか。その第1位は何だったんでしょうか。はい、第1位はエフフォーリアにします。はあ、そんなによく見えたんですね、フォーリアが。いや、エフフォーリアはいいですね。まあ、コントレイルですとかグランアレグリアに比べたらそこまで攻めた調教をやってるわけではないんです。ないんだ、はい、うん、ラスト10点の調教をこうしっかりこう本数重ねて、うん、リズム重視で仕上げてきた感じではあるんですけれども、うん、ただね、やっぱり体の方はやっぱり一回り大きくなってたくましくなったなっていう感じもありますし、うん、ひと夏越しての成長っていうのはやっぱり追い切りの VTR 見てるだけでもすごく感じますね。さらに力感がアップしたなっていう印象を追い切り VTR からは受けます。まあ、1週前はね3頭合わせ、今週も、今週は、今週も3頭合わせか、3頭合わせ3頭合わせで、まあ、追走して真ん中に入れて、そこからスパッとこう抜け出してくるっていうような、まあ、ちょっと割とこう実戦を想定した、うん、追い切りっていうのを、まあ、ここ2週やってるんですけれども、1週前はねまだちょっと力みが見られたんですけれども、ただ今週はそれがもう全くなくなったんですよね。すごく馬がリラックスして、なおかつこうスーッとこうスピードに乗っていく感じっていうのが、僕はなんか先週あたりからでもすごくぐんとこう良くなってるなっていう感じありましたし、例えるなら高級車に乗ってて、まあ、静かに加速してて、ぐーんとスピード出てるんだけれども、スピードメーター見てたら思ったよりスピード出てる、そういった感じにちょっと似てるんじゃないかなと思いますね。なんかね、他の2頭、まあ、2位3位の馬よりもなんかすごく大人びた加速に見えるんですよね。一番年齢としては下なんですけどね。そうそうそう、これがこの馬のやっぱりその生まれ持ってのセンスというか、うん、操縦性の良さっていう部分もあると思うんですけれども、はい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 、うん、1週前の追い切りもすごく瞬発力が感じられてよかったんですけども、先週の追い切りを消化したことによって、今週はさらに馬が学習して、うん、力まずにジョッキーの指示を本当に待ってスーッと加速していく感じやったんで、これはちょっと実はすごい馬なんじゃないかなというふうには今週の追い切りを見て感じました。もちろんコントレイル、グランアレグリアと比べても、まあ走りのスケールも全く遜色ないですし、そういった意味でも他の2頭に比べると比較的静かな調整ではありますが、逆にやっぱりねちょっとこう、本番に余力を残して臨むぐらいが、今回はこの馬の身の丈にも合ってるし、理想的な調整なんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、総合的に見てちょっとエフフォーリア思い切って、はい、なるほどね、負けられないっていう思いが強いこの年長勢先輩勢のコントレイル、グランアレグリアに何かまだそこも見せてないというか、ね、プラスアルファがあって、しかもなんか馬体重見てみまして、調教後522っていう、ね、すごいですね。こんだけ前走から言うとダービーからプラス12ぐらいになってるっていう、そうですね、まあ、おそらくどうですかね、当日はどれぐらいの馬体重になるかは分かんないですけども、はい、ただまあおそらく一回り馬は立派になってるんじゃないかと。あ、そうですか。なんかこう静かな闘志を燃やしてる感じがすごい不気味ですよね。なので、
まあちょっと大仕事をやってくれるんじゃないかなというふうに僕は思ったりもします。なるほど、そのあたりのスケール感、心身ともに成長した部分、はい、だからこの春とは違うまた何か姿で見せて、ね、可能性を見せてくれるかもしれないっていうこのワクワク感っていうところがやっぱり高橋さんの心を打ったっていうところもあるかもしれない。そうですね、うん、ですしやっぱりバタバタした感じが全くないですよ。こういったそこにちょっと大人な感じも加わってきてる、うん、貫禄すら出てきて、そうですね、なのですごくダービーよりもう一段成長してると思います僕は。はい、そうですか、わかりました。なんか三強のこの追い切りを高橋さんのお話で堪能させていただきましたけれども、はい、馬券的に考えるとですね、やっぱりこの三強で決まってほしいこうドラマチックな展開もいいんですけど、はい、穴馬も来てほしいみたいなところもありまして、この3頭に割って入るとしたらというところでおきたいと思います。まあね、難しい、飛び抜けてる感じはしますけどね、うん、ですよね、いや本当にそう思います、うん、本当にそう思いますけれども、本来であると、はい、まあ、実際にこの3頭に続くであろうカレンブーケドールなんですけども、はい、いやもうね、もう G1 で構想して悲願、うん、悲願っていう感じの馬ではありますけれども、うん、どうでしょう。そうですね、まあ最近ハンドでずっと調整するパターンが続いてるんですけれども、はい、ちょっとずぶくなってる感じがあるんですよね。これ年齢を重ねてきて、よく馬もね、うん、そういう気象部分もね落ち着いてきてっていうこともあったり、うん、年齢的なちょっととね、その、まあ、うん、ところもあったりっていうことありますけど、そんな感じですか。そうですね、まあ、2週続けてボスジラっていうオープン馬と合わせたんですけれども、はい、うん、先週はもう時計こそ51秒台出たんですが、うん、出てますね、ちょっと反応がもう一つだなっていうふうに思います。そういう見方、うん、でまあ、今週も、まあ、先週ビシッとやったんでさらっとこう流す感じやったんですけれども、うん、まあ、ちょっとこう以前ほど調教時計は出なくなったなっていう印象はあります。そのあたりズブスが出てきた点がカレンブーケドールにとってはどうなのかなっていう感じはありますけどね、うんうん、まあ、ちょっとね距離としても2000超えて、ね、うん、距離が伸びて伸びてっていうようなイメージもありますので、うん、2000でいうとこの馬とするとちょっと距離短めってところはありますから ね、 そ、 うね、うん、そのあたりをこうスタミナとかね、はい、出足、まあ、客室なんかでカバーしたいところかもしれませんね、うん、他はどうでしょうか。う、うん、まあ、あとやっぱり当選数理あたりは、あ、前々から競馬できそう、あ、そうですね、でも今回分からないか、どうするのかな、うん、はい、ちょっとねやっぱ走りに荒々しさは残るんですけれども、うん、ただゴール前トップスピードに乗った時の迫力っていうのは、うん、なんか見どころがあったと思います、ここ2周は、うん、なのでうまくね、こう力の使いどころをしっかりこう作ってあげられれば、うん、ことをやってのけそうな、うん、反応の良さと迫力っていうのはありますけれどもね、はい、うん、体調面も非常にいいんじゃないかなというふうには見て取れますんで、うん、レース行ってうまくリズムを作れればっていう条件付きではありますけれども、うんうんうん、穴馬の資格は十分あるのかなという、うん、動きは調教から見せてると思います。なるほど、なるほど。あとはですね、まあ、立東からですけど、ペルシアンナイトも相変わらずいいんですけどね。そうですか、もうペルシアンナイトもね、うん、年齢を重ねて7歳ですよね。この夏も札幌記念3着と存在感を見せてくれました、うん、相変わらず元気。そうですね、やっぱこの夏になっても、調教で手を抜くことは全くないですね。偉いですね。調教から、うん、走ること大好きっていうのを、まあ、前面、うん、でまあ、追い切りのも動く馬なんですけれども、うんうんうん、やっぱりちょっとね年齢重ねてくるともたもたするもんなんですけど、はい、この馬本当に前足も高い位置まで上げてしっかりこう振り下ろしてね、うん、とこう反応しますし、うん、まあ非常に相変わらず7歳とは思えない調教の活気の良さというか、ね、うん、そうそう、相変わらず見せてくれてるんで、うん、まあ仕事をしてくれないかなっていう雰囲気はあるんですけれどもね、うんうんうん、この辺りは結構ね、まあ、人気もなさそうですしね。そうですね、その辺りになってくるかなと思います、うん、展開なんかも味方につけて、あとちょっとだけ聞きたい、うん、2頭いいですか。はい、どうぞ。
G1 馬のですね、天皇賞春を制しましたワールドプレミアですけれども、まあ、課題というかね、うん、この対応、この2000メートルにどこまで対応できるのかっていうのが一つポイントになると思いますけれども、動き自体はどうでしたか？動き自体は正直1週前の3頭合わせ、まあ、多く遅れたんですよ。ユーキャンスマイルとブラバス相手ではあったんですけれども、はい、この2頭に4馬身ほど遅れてしまいまして、ああそうですか、ちょっとこうもたもたしてるなっていう印象を覚えなかったですね。はあ、まあ、今週は、まあ、ハンドでね、アンコールプリューという馬と合わせて一応先着はしてるんですけれども、まだまだちょっとこう時計面も平凡でしたし、まあ、1週前ある程度ね、納得の動きなんであれば、今週はおそらく53秒台という時計では、まあ、友道厩舎はやらないと思うんですけれども、やっぱり1週前にちょっとねもたついたんで、24日にも時計を出し、27日にも時計を出しっていうことをやってきて、そこでなんとか帳尻を合わそうとしてる、そういうのがちょっと伝わってきますね。なので、陣営の思ってるほどやっぱり調教は動けてないんだと思います。まあ、あとは実戦ってどんだけ変わるかなんですけれども、今に関してはやっぱりその仕上がり運命もそうですけども、やっぱりちょっとこう久しぶりに久々の競馬の時はテンションが上がるっていう側面がある馬なんで、はい、そのあたりも注意をしなければならないんですよね。いずれにせよ、まあ、調教の動きからは強くは押せないですし、普通のパドックもしっかりこう当日のテンションをチェックする必要があると。まあ、そういったタイプの馬だと思います。なるほど、はい、そういうちょっと不安要素も感じるという動きだったということですね、はい、あともう一頭なんですけれども、はい、ヒシイグアス。ああ、ヒシイグアスね、これがまさにこのね中山ではあるんですけど、中山金杯中山記念を連勝して今年の春、まあ、大阪杯も目指していたっていうところなんですけど、ちょっと疲れが残ってで、まあ、ここまでちょっと間隔が8ヶ月ですか空くという形になりました、まあ、春のというかね今年 その1月の1月2月の感じを見ると、何かこうどうかっていうところはあるんですけれども、いかがですか？そうですね、まあ、ちょっと今週の動きは、はい、そこまで弾ける感じがなかったですね。まあ、ちょっとその休みの部分もあったのかもしれないですね。そうですね、で、まあ、やっぱちょっと首筋からの発汗も目立って、はい、若干ちょっとね、まだちょっと太いのかな、まあ、追い切り体重を見る限りはそうではなかったので、おそらく予想したことによって体も引き締まってきたっていうのは言えるとは思うんですけれども、ただまあちょっとね本来の弾けっぷりにはまだなかったなという印象ではありました、まあ、もちろんポテンシャルが高い馬ではあるのでね、本番でのリズムの作り方一つで、まあ、十分やれる馬だとは思うんですけれども、調教からはあんまりこうバキバキに仕上げてきたっていう感じではちょっとなかったので、そのあたりが実戦でどう出るかですけれどもね、これもちょっと正直強くは押せないなっていう感じは、なるほど、ありがとうございます。もうまさにねそういうところの鋭い目線で言っていただいて、やっぱりこうね三強で頑張ってね決まってほしいという思いもありながらも、こう穴馬も期待したくなったりするようなところもあったりする中で、高橋さんの評価このようになりました。ぜひ皆さんも馬券につなげていただけたらなというふうに思います、はい、高橋さん、ズバッという解説ありがとうございました。今週も高橋健二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。